まだ戦争は終わってない。でもフランス側は植民地での勢いがない。これでテンプル騎士団はアサシン教団に集中できる。奴らの部下はまだニューヨークにいる。シェイはどういう役回りになる？先駆者の件の進捗はどうなる？船と物資を集めていますが、目的地が分からず難儀しています。部下を使って。そこに避けるくらいの人はいるわ。シュバリエ、ホープが見つけたぞ。フランクリンの実験を再現する方法を。次の先駆者の遺跡が分かるはずだ。自信があるということだな。観察力には自信があります。装置はすぐ用意します。よろしい、進めろ。私はまだ突き止めていない。ニューヨーク中の犯罪者が彼女の味方だ。支部長を見つけなければ。思ってるより状況は悪い。アサシン教団は先駆者の箱の使い方を解明した。奴らは遠征の準備を始めたぞ。ならば我々が阻止せねば。ホープは何人も部下がいる。当局は動こうとしない。部下になりすますのはどうだ。でかい事件を起こして盗賊どもを無視できなくすれば。素晴らしい考えだ、ジャック。それで行こう。アサシン教団の潜伏場所を突き止めてくれ。問題を起こせって聞こえたのは俺だけか。楽しめるうちに楽しめ。捕らえるんだ、シェイ。追われてるぞ。本当だ、急げ。 We did it, lad. Chase. 急げ、バカ。命が惜しくないのか。俺たち下劣な悪党に見えないか。いや、うまく着こなしてる。お目当ては給与だ。急ごう。連隊が向かっている砦がコインの保管場所だ。そうか、計画はあるんだろうな。砦には囚人が多い。侵入して旗を掲げてくれ。それを合図に解放する。アサシン教団と手を組む奴らを解放する。そう、奴らの相手が必要だろ。いいか、旗を掲げるんだ。俺は騒ぎを起こす。
何があった？囚人が逃げました。協力者がいたようです。数が多すぎます。では問題を解決する必要があるな。あのクズどもを駆除するいい機会だ。成功だ、ジャック。運が良ければ軍が盗賊どもを片付けるだろう。運は自分で掴むものだ。